戦争の苦痛をなめ尽くした中国人の皆さんや、日本軍によって耐え難い苦痛を受けた元捕虜の皆さんが、それほど寛容であるためには、どれほどの心の葛藤があり、いかほどの努力が必要であったか、そのことに私たちは思いをいたさなければなりません。寛容の心によって、日本は戦後国際社会に復帰することができました。戦後70年のこの期にあたり、我が国は和解のために力を尽くしてくださったすべての国々に、すべての方々に心からの感謝の気持ちを表したいと思います。日本では戦後生まれの世代が今や人口の8割を超えています。あの戦争には何ら関わりのない私たちの子や孫、そしてその先の世代の子どもたちに謝罪を続ける宿命を背負わせてはなりません。しかしそれでもなお、私たち日本人は世代を超えて過去の歴史に真正面から向き合わなければなりません。謙虚な気持ちで過去を受け継ぎ、未来へと引き渡す責任があります。私たちの親、そのまた親の世代が戦後の焼け野原、貧しさのどん底の中で命をつなぐことができた。そして現在の私たちの世代、さらに次の世代へと未来をつないでいくことができる。それは先人たちのたゆまぬ努力とともに、敵として熾烈に戦った米国、豪州、欧州諸国をはじめ、本当にたくさんの国々から恩州を超えて善意と支援の手が差し伸べられたおかげであります。そのことを私たちは未来へと語り継いでいかなければならない。歴史の教訓を深く胸に刻み、より良い未来を切り開いていく、アジア、そして世界の平和と繁栄に力を尽くす、その大きな責任があります。私たちは自らの行き詰まりを力によって打開しようとした過去をこの胸に刻み続けます。だからこそ我が国はいかなる紛争も法の支配を尊重し、力の行使ではなく平和的外交的に解決すべきである、この原則をこれからも固く守り、世界の国々にも働きかけてまいります。唯一の戦争被爆国として、核兵器の不拡散と究極の廃絶を目指し、国際社会でその責任を果たしてまいります。私たちは20世紀において戦時下、多くの女性たちの尊厳や名誉が深く
傷つけられた過去をこの胸に刻み続けます。だからこそ我が国はそうした女性たちの心に寄り添い、常に寄り添う国でありたい。21世紀こそ女性の人権が傷つけられることのない世紀とするため、世界をリードしてまいります。私たちは経済のブロック化が紛争の芽を育てた過去をこの胸に刻み続けます。だからこそ我が国はいかなる国の地位にも左右されない自由で公正で開かれた国際経済システムを発展させ、途上国支援を強化し、世界のさらなる繁栄を牽引してまいります。繁栄こそ平和の礎です。暴力の温床ともなる貧困に立ち向かい、世界のあらゆる人々に医療と教育、自立の機会を提供するため、一層力を尽くしてまいります。私たちは国際秩序への挑戦者となってしまった過去をこの胸に刻み続けます。だからこそ我が国は自由、民主主義、人権といった基本的価値を揺るぎないものとして堅持し、その価値を共有する国々と力を携えて、積極的平和主義の旗を高く掲げ、これまで以上に貢献してまいります。戦後80年、90年、さらには100年に向けて、そのような日本を国民の皆様と共に作り上げていく、その決意であります。以上が私たちが歴史から学ぶべき未来への知恵であろうと考えております。